それじゃ。バイバイ、セナ。バイバイ。ウリュウ。待って。私、自分からウリュウって、まるで友達みたいに。ウリュウ。その声はいつか私を呼ぶ約束の響き、目覚めた朝に新しい風を連れて、そっと香るの見つめたら真実になってしまう。私は変化が苦手だ。だから結衣所に入ってきた男子を拒んだ。あいつは単なる新しい友達のお兄さん、単なる男子たちの代表なのに、あいつは最初から違う。私はずっと、あいつといると落ち着かない。ウリュウ。ウリュウ。セナって呼んでくれた、あいつ。ウリュウ。金曜日。来週さん。早くあいつに会わせてよ。私、確信したいのよ。あいつは違うんだって。兄さん、先行ってて。何してるんだ、お前。廃部ですか？近隣の住人から苦情が出ているの。この学園で野生動物の餌付けをしている生徒がいるって。私たちは餌付けなんてしていません。野生動物を保護して自然に返すようにしているだけで。知ってるわ。でも人によってはそれが餌付けに見えるのかもしれない。そして正式な部ではないあなたたちの活動に学園が責任を負うことはできないの。廃部は決定ですか？まだ決まったわけじゃないわ。
だけど、そういう可能性もあるってこと。正式な部なら違うんですか？そうね、違うかもしれないわね。ありがとうございました。失礼します。アマハ先輩。あ、おはよう、セナ。おはよう、ウリュ。ん？いい匂いがするね。シャンプーかな？いきなり何言ってんのよ。セナは朝お風呂に入る人？土日いっぱいバイトしちゃったから夜は時間がなくて。それはなんというか、お疲れ様。じゃ。やっぱりあいつは他の男子とは違うわ。今日はムクナシ君いないの？ああ、今日は生徒会室だって。そう。机、拭くものあったかしら？これでいいかな。ありがとう。こういうの持ってるとこがウリュウよね。ポケットに入れっぱなしなだけだったんだけどね。ん？何よ。なんだか息合ってるね、ウリュウ君とアイリちゃん。いつの間にか呼び捨てに。実は朝も仲良く呼び捨てでした。何？あいつらできてんの？ひょっとしてアイリ、クズ虫に脅されてんじゃないの？違うよ、サナちゃん、仲良しになったんだよ、二人は。うん、よかった。アイリと兄さん、一層仲良くなった。ちょっと、あんたたちね。この前の打ち上げの後に、セナに用があって、そこで話しているうちに、なんとなくさ。そうよ、それだけのことよ。あ、俺も一緒に行く。用事済んだのか？ああ、大した用じゃなかったよ。そっか。さあ、食べましょうか。うん、食べよう。ミユ先輩を見るな、クズ虫。すぐにお茶の用意しますね。アイリー、アスパラのベーコン巻き食べる？アイリー？あ、うん、ありがとう。そう、ムクナシ君とも違う。やっぱりウリュウは違うわ。ごちそうさまでした。お、ちょっとトイレ。まあ、俺も行く。捨てておくね。男子トイレ遠すぎるぜ。臨時だからな。ほんとよく気がつくよね、ウリュウ君。あ、家でもいつも助かってます。なーに、そういうところにドキンと来ちゃったってわけ？アイリー、もう冗談言わないで。そうなのです。全く冗談ではございません。え、シンゴさんは気配りさんです。本当によく気のつくお方です。いえ、気がつきすぎと言っても良いくらいです。アンジェ、常々感じておりました。最近アンジェの仕事が減っているようだと。その理由が今わかりました。そう、シンゴさんはこのアンジェのライバルだったのです。ライバルって。負けてはいられません。今日からはメイドとして勝負です。メイド対決ってこと？そう言ってよろしいかと。それじゃあウリュウ君もメイド服着なきゃダメね。なるほど、
早速兄さんにメイド服を用意しなくては。いや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 、服装の対決ではございませんのです。だいたいあいつは男でしょ、メイド服なんて無理無理、私の方がよっぽど似合うわよ。ちょっとなんでここで黙るわけ、信じないの？アンジェ、ちょっとメイド服貸してよ、証明してみせるわ。さっちゃんさん。何よ。大変申し上げにくいのですが、アンジェのメイド服ではさっちゃんさん一部のサイズがちょっとブカブカに。貴様言ってはならんこと。アンジェ、正直者がモットーなんです。待ちやがれ。お助けください。いてごめん、アンジェ。大丈夫？ドレス返してください。は？返してください。アンジェ、どうしたの？アンジェがなんかちびっこみたい。ヘッドドレス。アンジェ、ウリュウだけど。少し話できる？ありがとう。宿直室を間借りしておりまして、アンジェが遊女に住み込むことになった時、ランカさんがこの部屋を自由に使っていいとおっしゃってくださったんです。確かお母さんもメイドだったよね。はい、今もイギリスの伯爵様に仕えております。アンジェの心構えはお母さんから？幼い頃から毎日ビシビシ指導を受けました。おかげで今もメイド一筋でございます。まだお仕えする旦那様は決まっておりませんが。そっか、本当にメイドでありたいって思っているんだね。それであんなに。はい、ヘッドドレスはメイドのアイデンティティアイテム。これがないとメイドとは言えないのでございます。ごめんね、アンジェ。いえいえ、アンジェも不注意でしたので。シンゴさんは本当に気配りさんですね。え？分かっております。この部屋に来てくださったのもアンジェを思いやってくださったんですよね。ああ、いや。まるで大きな傘のよう。天気のいい日にはお日様の強い光から、天気の悪い日には冷たい雨から、いつも誰かを守ろうとしていらして。俺はただ空気が悪くなるのに耐えられないっていうか。ありがとうございます。アンジェはもう大丈夫です。アンジェ、まだまだ未熟でございました。シンゴさんには負けてられません。アンジェこそが遊女のメイドでございます。あ、セナ、どうだった？あ、大丈夫。シンゴさんには負けてられません。だって。アンジェらしいわ。セナはどうしてここに？ウリュウは。ん？ウリュウは違うから。だから、ここに来てるはずだって。そう思ったの。違う？どういう意味？わからなくていいわ。
はよう。一段と元気。はい、アンジェは今日も元気でございます。負けませんよ、シンゴさん。何かお申し付けいただくことはございませんか？いや、何もないから。そうおっしゃらずに。どなたかお仕事ございませんか？ごめん、別に。何もないわ。アイリさん、アンジェにお仕事を。仕事がないならないでいいことじゃないのよ。そういうわけには参りませんよ。アンジェはメイドなんですから。何かお仕事ございませんか？何かお手伝いいたしましょうか？メイドのご利用はございませんか？お仕事、お仕事、お仕事。うん、名誉挽回しようにもお仕事がないとは誤算です。うん。この水を廊下にバシャリと撒いて、やがて現れたどなたかが。よよ、なんですのこの水浸しは。そこでアンジェ、ジャジャーンと登場。華麗かつ迅速にお水を拭いてご覧に入れて。さすがはアンジェ。ギュッ。え？あ、アンジェ、え？イさん、そんな大騒ぎしちゃかわいそうだよ。アンジェ、大丈夫よ。違います、違うんです。自分で廊下に水をまく？申し訳ございません。本当はお水を掃除してご覧に入れるはずだったんです。自作自演じゃん。非常手段でございます。お仕事が見つからなかったので。アンジェ大失敗の巻でございました。そんなに一生懸命なのって、もしかして昨日のことを気にしてるの？その通りでございます。そっか。はい。アンジェ、メイドであろうとする気持ちはわかるけど、今日のアンジェは全然メイドらしいとは言えないんじゃないかな。メイドらしくない。本当にご迷惑をおかけしました。失礼いたします。アンジェ。ことがハートにズビシと来ちゃってます。アンジェ、自信を完全に失ってしまいました。どうしてでしょうか？どうしてシンゴさんのお言葉はアンジェの心に響くのでしょうか？やはりメイドのライバルだからでしょうか？まで同じとこ入ってるのよ。ほっといてくださいよ。え？申し訳ありません。今は落ち着かないんです。ですから。ウリューが正解だったか。シンゴさん、あいつの気の回し方ってやっぱり他と違うのよね。ほんと
どうも私はおせっかいだわ。ごめんね、アンジェ。それって、アンジェを気遣って来てくださったアイリさん。でも、シンゴさんは今のアンジェに声をかけないようにして。アンジェ？シンゴさん。シンゴさんは気配りさんです。とても大きな傘のようなお方です。シンゴさん、アンジェ。シンゴさんはメイドのライバルなんかじゃない。シンゴさんは大きな傘のようなお方。そしてその傘は誰かを守ってばかりいて、自分は強い日の光と冷たい雨を受け止めていらっしゃるお方。お母様、アンジェは今わかりました。アンジェのメイドとしての生き方が、お使いすべきお相手が、シンゴさん。アンジェ、どうしたんだ。アンジェはこのお方を支えて差し上げたい。このお方をお守りする傘になりたい。シンゴさん、あなた様にお願いがございます。アンジェの旦那様になってください。次回、手探り色のバスタイム。信じらんない。